瞬巻かれたけどね、サイズが小さかったから出てきてくれた。フローティングだから下にああいうガビガビのカバーがあっても、こうどういうところをどう流すかっていうのがイメージしやすいからね、ちょっとやりやすいですね。まあ、入れてフローティングだから浮かせながら、よっしゃ、速攻食ったね。よっしゃ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 ーん、よいしょ、おーい、おーバイバイ。ドリフトして食ったね。よし、よし、おっしゃー、おちびちゃん、アイアローの尻尾なしフローティングメタニウムとね、ちょっと強めのミディアムヘビーの竿で飛ばして、これぐらいのサイズはパシパシと抜き上げる、そんな感じでやってみております。じゃあ逃がします。お、食った、あ、止めたら食った、やっと食った。お、サスペンドモデルに来たね。よいしょ、はい、サスペンドモデル来ましたよ、ね、サイズは小さいけど、あ、止めてね、じーっとしてたらね、見て食ったね。で、グラビアスにメガバスのシルバーシャドウの組み合わせ、ね、こんなセットで、なんだろう、夕方のバスを狙ってみております。いや、やっぱこの色綺麗だね。エビだと思って食ったのかな。まあ、じゃあ逃がします。